今回は、スペースエンジニアをやってみます。数ある英語版ゲームをやってきましたが、ここまでわからないのも久しぶりです。日本語で解説されてるサイトもろくになく、何をどうすればいいのかさっぱりですが、歩行型ロボット作ってる動画見て、これ作りたい、と思って始めました。触りだけやってみましたが、英語が読めないのが致命的で、下半身タイヤのタンクロボを作るのが精一杯でした。ということで、今回はサバイバルモードで、非武装の輸送機1台スタートのスペースサバイバルやります。とりあえず、石ころをドリルで削って、鉱石を取るということは分かったのでやります。では行きます。最初は装備すらやり方わからなかったのですが、Gキーで手持ちスロットに物入れれば良いみたいです。掘削マシーンは勝手に鉱石回収してくれるけど、この手動で拾うのが大変です。取った鉱石は、この四角いとこに入れます。そうすると、自動で精錬して素材にしてくれます。こっちでした。鉱石はいろいろあり、久しぶりに見る元素記号は、ムグしかわかりませんでしたが、とりあえず、ウラニウムで乗り物は動くらしく、乗り物が動かなくなると、回復装置が使えなくなって死ぬので、最初はそれが重要っぽいです。ステータスはいろいろありますが、重要っぽいのが、ヘルスとエネルギーと置き資源。ヘルスとエネルギーは回復装置で回復できますが、置き資源は徐々に減り続けるし、何やこれと思ってましたが。船の中に、置き資源ボトルなるものがあり、それを所持してたら勝手に消費して回復してました。制作できるっぽいので、ある程度作っておかないとね。あとは鉄ですよね。機体の修復や、構造物を作るのに必要ですし、隕石降ってくるので、防衛用のタレットも作らないと。あと、敵勢力もいるので、戦闘機や戦艦も、英語わからないと作れなそうだな。これが回復装置です。Gキー長押しです。この、プロダクションっていうのでクラフトできます。これわかるまでに結構かかりました。あと、ゲーム内プログラミングなるものがあるらしいですが、もうわけわかりません。動画で情報を得るしかないのですが、関係ないとことかも見てるとかなり骨折りなんです。
今の最大の問題は、二足歩行ロボの、関節部分はどう作ればいいのか、なんですが、誰一人語ってる文面が見つかりません。関係者は固く口を閉ざしております。どっかのアコギなことやってる人が、情けない奴と戦って何の意味がある、とかなんとか言って教えてくれないかな。この隕石にカッパルス積んで特攻したら教えてくれるかな。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。